僕のです、ね、60回目バースデーお祝いですね忘年オフ会を開催することになりました。 今回はこちらアンカーの新しいモバイルバッテリーを紹介しますねアンカーナノパワーバンク 30W ビルトイン USB-C ケーブルっていう1万 mAh なんですいや結構大容量じゃないですかケーブルがちょっとこうね円形になっていて手とかで下げられるようになってるんですよ見てくださいなんとねディスプレイがついてるんですよこんにちは戸田さとるです今回はですねアンカーから新登場した新しいモバイルバッテリー iPhone にも最適な アンカーなのパワーバンク30ワット紹介したいと思います。ケーブルついてるんですよ。荷物が減って便利ですね。今回はこちらアンカーの新しいモバイルバッテリーを紹介しますね。アンカーなのパワーバンク30ワットビルトイン USB-C ケーブルという、ちょっと名前が長いんですけれども、何より iPhone ユーザーの方は大注目の製品となっております。もちろんね。 Android のスマートフォンとかタブレットの方もぜひご覧ください。では早速箱を開けていきますが、こちら最新の iPhone シリーズにも対応って出ててますけどね。とにかくね、Type-C ケーブルになってちょっと世界が変わりましたね、iPhone のね。あらゆるデバイスが使いやすくなったし、こういうね、バッテリーとか充電器とかケーブル作ってるメーカーも、これだってね、ライトニング用と Type-C を両方作んなきゃいけなかったのが、Type-C 用1体で良くなれば、当然価格も下がるし、新製品の開発もしやすくなりますよね。 もういいことづくめですね。もっと早くタイプ c にして欲しかったなぁなんて愚痴口をちょっと言いつつも箱を開けてまいります。お、結構コンパクトじゃないですかいい感じ。あ、触った感じもね、かっちりしていていいですよ。こんな感じですね。ではね、早速この袋も開けていきます。皆さんこの袋開けるの好きですか 僕ね、なんかビローンとしてて綺麗に剥がれない。今回綺麗に剥がれましたけどね。綺麗に剥がれないことが多くて、実はあんまり好きではないんですけれども。はい。えー、説明書はですね、日本語にも対応しておりますね。えー、説明書、それから、えー、カスタマーサポートがね、注意書きもちゃんとついております。で、こちらが本体になります。早速ね、見ていきましょう。はい。こちらがですね、本体ですね。本体カラーは、ブラックとグレイッシュブルーがあるようです。これはね、おそらくブラックだと思いますね。 比較的コンパクトですね。で、ケーブルももちろん内蔵しておりまして、このね、なんかこう、ちょっとこう、シルバーっぽい仕上げ、わかりますよね。これ最近のアンカーの低価格路線は、この仕上げのが多いですよね。で高級路線はツルッとしていて、えー、アンカープライムみたいなね、モデルはツルッとした、えー、ちょっと高級感のある。 モデルとなっておりますねでケーブルがここに内蔵されているという形ですね。気になる容量はですね、このサイズにして、裏に書いてありますけど、1万 mAh なんですよ。いや、結構大容量じゃないですか。1万 mAh あれば iPhone の、えー、15ProMax でもフル充電できると思います。もちろん 15Pro はフル充電できると思いますし、タブレットもですね、まあ、フル充電から8割ぐらいの間でいけるのではないかなと思います。5000mAh だと、 だたいね、7割ぐらいの計算なんですよ。だ5000ミリだと3500とか4000ミリしか充電できないので、iPhone はいけるかな ?Pro、あの Max じゃない方はね。で、Android スマートフォンで例えば5000ミリのモデルだと、5000ミリのバッテリーだと7割ぐらいしか充電できないわけです。1万ミリだったら7000ミリぐらいは充電できるので、えー、5000ミリのね、スマートフォンもフル充電できます。それでは、重量キッチンスケールで参考値ですけれども、測ってみます。 213g ちょうどスマホ1台分ぐらいですね。1万 mAh のバッテリーとしてはちょっと重いですけれども、まあケーブルね、入ってることを考えれば妥当な重量ではないかなと思います。こちらですね、ケーブルがちょっとこうね、えー、円形になっていて手とかで下げられるようになってるんですよ。メーカーのサイトにも手で下げてる絵があるので、おそらくね、下げてもケーブルが傷むようなことはないと思うんですね。これね、ただケーブルが付いてるんじゃなくて作りが。 結構面白いので、詳しく紹介します。このね、ケーブルの仕組みが本当に面白くて、まずね、ここにこうフックみたいのがあるわけですよ。でこういう風にケーブルになっていて、ケーブルの頭が大きいから、ここで引っかかって、これ以上外側には当然行かないようになってるわけですね。で、こう円形になるわけですが、使う時もね、こっからこう引っ張って、最終的にはここまで行くわけですよ。で、こうさせると。 こういう形になってますね。よくね、こういうのってケーブルなんかこうピタッと内蔵するようなモデルが多いんですが、これ逆転の発想ですよね。使わないときは、ケーブルを紐にしてぶら下げちゃえばいいじゃんというね、発想だと思うんですが、なかなかこれ面白いですよね。ではね、ちょっとね、スマホにつけるとどうなるかやってみましょう。はい。ではですね、ちょっとスマホに挿してみますね。こんな感じで刺して充電するわけですね。今ね、充電できてますけれども。で、まあこうやって使うと。もしくは、 ケーブルをね、ちょっとこう引き出して、こんな形でね、持ってもいいかもしれませんね。こんな形で持ってもいいかもしれません。ケーブルの長さがね、調節できるので邪魔にならないように持つか、逆にね、目いっぱい伸ばして、ちょっとフリーな感じで使うかというですね、使い方が可能ですね。まず付属のケーブルがありますね。これは最大で30ワットの出力ですね。で、さらに、入力もですね、30ワットに え、対応しております。で、えー、さらにですね、こちらにポートが2つありますね。で、USB Type-A ポートがですね、これ最大 22.5W という形になります。で、タンポートをこちらね、Type-C 使うと 30W。複数のポートを使うと 24W の振り分けということになるわけです。ではですね、ちょっとまず、このね、バッテリー自体に充電をしてみましょう。 それでは、このね、モバイルバッテリー自体に充電してみます。こちらにね、アンカーの 45W の充電器あるので、t y p e C ケーブルね、内蔵のケーブルを挿します。これで充電が可能なんですけど、見てください、なんとね、ディスプレイがついてるんですよ。で、充電するともう勝手にっていう言い方もあれですけど、ディスプレイ表示されます。今ね、26%で、あと1時間4分で充電できると、こういうふうに書いてますよね。 出かける前とか便利ですよね。この表示があるとね。あと何分で充電が終わるか分かるとめちゃくちゃ便利ですよね。今消えたじゃないですか。消えたらね、安心してください。ここにね、ボタンがあるんですよ。このボタンをね、ピュッと押してあげると、また表示されます。ですから、見た時に表示されてなくてもそれは消えただけなのでね、ここのボタンを押してあげればいいわけです。あと1時間4分でフル充電するので、出かける前に間に合うな、みたいなことが、このね、表示で分かるわけです。便利ですね。 それでは iPhone に充電してみます。ケーブルをね、挿すだけで簡単ですね。充電されています。さて、ここにですね、ポイントですよね。ディスプレイがついていて、1時間18分25%と出てますが、この数字はですね、あと何分充電できるよっていうのがですね、まあ、大体目安になる数値なんですよ。なかなか便利ですね。あと1時間2分25、25%残ってると、あと1時間2分充電できるなというのがわかります。まあ、できればですね、 iPhone にフル充電できるかどうか分かってくれれば最高なんですけど、まあまあしょうがないですね。で、さらにじゃあね、もう一台、横の Type-C を使って別のスマホに充電してみましょう。今ですね、iPhone に充電した後56分。まあ約1時間ぐらい充電できますよ。残り25%ですと出てるわけですね。そこに加えて Pixel に充電します。はい、Pixel に充電が始まりました。 するとですね、まあ、一旦ちょっと数字おかしくなりますが、どんどん減りますよね。当然ですよね。2台同時に充電してますから、あと39分充電できます。という形で、まあ、33分。大体半分になってますよね。27分になりました。ということで、目安の残時間が表示できるわけですね。充電の際もね、このバッテリーに充電される際も、時間わかりましたし、バッテリーから他の機器に充電する際も、時間がわかりました。ディスプレイ表示、便利だし、まあ、ちょっと楽しいですね。 ディスプレイはですね、表示が消えたら上のボタンを押せばね、えー、また再表示されますで。これ何が便利かって、例えば出かけるときに、ディスプレイ残量を見てね、これがね、4つのランプだと、3個ついてる場合って何パー残ってるかちょっとわかんないじゃないですか。え、55%パーなの ?70% パーなのわかりませんよね。これね、数値でわかれば、24%パー、あ、もうこれ出かける前に充電しなきゃダメだな。わかりますよね。88%パーだったら、あ、これ充電しないで出かけちゃっていいなってわかるじゃないですか。 それがね、非常に便利だと思います。アンカーナの,のパワーバンク 30W を紹介してきました。いかがでしたでしょうか僕ね、もちろん iPhone のユーザーでもう大好きで毎日使ってます。Android も使ってますけども。もうね、最近結構マグセーフなんですよ。でもね、マグセーフって 15W じゃないですか、iPhone の場合ね。で、これ使うと 20W とか。ケーブルで充電した方が効率もいいし、充電時間も早いんですよ。 マグセーフは便利ですけど、本当に実用するんだったらケーブルの方がいいわけですよね。まあ、どっちがいいかっていうのは使い方とかね、お、好み次第になりますけれども、まあ、そこはね、判断微妙ですが、ケーブルが内蔵されていればですね、まあね、別途ケーブル持って歩く必要ないわけですよ。t y p e C ケーブルなんで、なんならね、機種によってはパソコンにも充電できるわけですよ。あの、速度は遅いですけど、パソコンに充電できますよ。Windows のコントロールが効いちゃって、 充電できないときは、パソコンの電源をオフにすれば充電できます。ほとんどのモデルでね。なので、まあ、速度が遅いながらも、パソコンにも充電できます。1万ミリアンペアワーなんで、それなりに使えますね。iPhone15、無印の15だと2回フル充電できるということですね。では、僕の点数なんですが、価格が気になりますよね。えー、この動画を撮ってるタイミング、もうほんと出たばっかりですけど、6490円なんです。 ちょっと高い。えー、でもね、セールとかあると思うんですが、一応ね、6490円だと、僕の評価は、それでも高得点73点です。非常にね、このケーブル内蔵でコンパクト、使い勝手いいですよね。あと、ディスプレイもついてますからね。そこ非常にいいですよね。ディスプレイついてるモデル高いので、価格もね、また、あ、妥当なんですけど、できれば5000円台だったらね、80点近い点数いくんじゃないかなと思いました。まあ、欲しい方、セールを期待してもいいかもしれませんね。 もうね、年末に近づくに従って、いろいろなね、大きなセールもあると思うので、えー、それを待つっても、もちろん、安くなるかどうか僕は保証できませんけれども、安くなる可能性もちょっとあるかな、なんて思っております。おすすめのモバイルバッテリー、新製品紹介しました。 以上、アンカーなのパワーバンク 30W 紹介しました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。メンバーシップもスタートしておりますので、ぜひ応援お待ちしております。このメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟るファンクラブにね、無料でご招待します。戸田悟るファンクラブでは、毎月僕がですね、レビューした製品の一部を抽選でプレゼントしておりますので、ふるってご応募いただければと思います。さらにね、メンバー限定の動画、ライブ配信、えー、リアルにね、お会いできるイベントでの優先や値引きなどもありますので、応援お待ちしております。